こう、うおうお、どうも A です。次回です AJ ユナイテッドワールドカップグループリーグ日本 VS スペインということで、前回ドイツと対戦させていただきました。負けました。今回は勝ち点3を取らなければいけないということで、日本のスカッとご覧ください。ゴールキーパー権田、フォーバックです。左から長友、吉田、冨安、山根、中盤3枚、柴崎、遠藤、そして鎌田、3トップ左から三笘、南野、伊藤、ベンチメンバー堂安、山原、久保、古橋、乾、家長、大迫。僕の中の日本代表、今こんな感じに仕上がっております。なるほどね。ゴールキーパーダビド・デヘア、そしてフォーバックジョルディ・アルバ。目潤ったかい。センターバックアスペリ・クエータ、ピケ、右サイドバックカルバハル、ミッドフィルダーがコケ、ブスケツ、イスコで、3トップファティ、モラタ、トラオレで、サブがですね、はい、フェラントーレスとカスティジェホ、マタ、ペドリ、サウール、ダニセバージョス、エルモソということで、だいぶ仕上げてきました。日本から対戦申し込みが来た。オンライン上で済ましてきたか。やるじゃねえ。正面タイムね。大変だぞ、今回の編集は。本当にリサイクルが過ぎます。ああ、毛からなんか水滴をしてたわ。いきます。ういっす。いや、日本だからって手は抜かないよ。抜かれちゃ困るぜ。何を言ってんだよ。うわ、三笘のドリブル怖えな。三笘いいよな。これ仕掛けるか。あ、やばい。うお、今の状況も絡めつつね。え、本当に。さあ、どう出てくるのか。オファーないのかな。いや、普通にある。でもなんか、あ、やば、いや、あれじゃない、なんかさ、ハーフタイムとかにいない。あ、ハーフタイムにいるカビラさん。だからやんないのかなっていつも思う。イスコ、ナイス、ナイスキープ。おーっと、いやー、モラタがマジで勝ちいくから。スペインはね、中盤が豊富。うお、え、うお、神業。え、ポストから。今の俺ら昔挑戦したよね。無理だったやつだ。で、西大吾選手も挑戦しようしてくれたやつ。そうだ、うん、なんか悪いっけね。いや、本当にゴンダなんかさ、ちょっと下手したら PK になるとこだったよ。いや、ないよ、そこだし。スペインはとりあえず高い位置でプレッシャーをかけて、そこからショートカウンター。なるほど。ってか、日本こそサイドアタックだと思うんだよね。ん、監督ポゼッションです。いつももっと、あの、 あれなんだ。まあ確かに、いつももっとひどい気か。あ、来た、あの、これ来たわ。なんでやねん、邪魔くせえな。だけどさ、いい、動画時間を長くしたいときにはちょっと。あ、どうした。うえい、いや、そこはバカかめ。バカかめ。めちゃくちゃ噛んだ。南野、さあ右へ預けて、山根から、いや、くそ、やばい位置、おぶね。なめられたもんだぜ。やばい、南野の動きがめっちゃいい。南野いいな。
たよ。うわぁ、しか弾き飛ばしたぜ。やばいやばいやばい、頼む追いつけ、ギリギリ上げた、やば、いやあ、終わっちゃう、ロスタイムね。よし、あよし、これはいい。シュート打ったか、ちょっと来ます、これでいこう。俺なんかちっちゃいルカクみたいな感じだよね。うん、トラオレ、でもトラオレってさ175ぐらいだよね、180とかないよ、身長そんな大きくなかった。ピケはでけえよ。いやそっちか、うわ来た、まずい、よし、いやこれ本当ありそうだわ。三笘らしいんだよ今の、グッと中に入ってね、カットインじゃない、こちょサラーみたいな、確かに、いやあそこだけカット今あんだよな、だその2択があるから怖い。後出しで仕掛けてくるからな。誰かこれ絶対、これ誰かですよ絶対、自分の声、自分の声に変えてんだよ絶対、なんか解説とかさ、そのカバンに絶対一回聞いてるから、あとだし俺も中で聞いたことあるぞ、あのレオさんのやつやべ日本強えぞ、あのドイツに負けてるから、うわい今通せてたらこけ、やば、来たファーティー、いけ、あ取れ、あーやったな。うちはペドリ入れるわ、伊東純也に代わりまして久保入ります、そして左、うわブスケツも疲れてる、古橋、サウル行こう、久保っぽい、うわ今、いやーやめち、いや今の反転マジで南の、いやー取れね、向こうがスペインのサッカーしてるわ、なーによー、ハギス、エンドいいこう、うまっ、マシエンドマ今のまあ実際監督の立場からしたら非常に難しいところだと思いますけどね。そうですね。長友へ。さあ、やばい。あぶねえ。いや奈良さんが黒い、黒いぞ。黒い。嘘だろう。え何パス出してる。ある。まだあるよ。よいしょ、やばい。うわ残ってる。おおまだいるわ。うわいや待ってよしよしよし、2点ともうますぎるな南野今回ね、南野やばい、おおいい、いやオフサイドか、竹トップ下の堂安ウイング、そうですね2分、おお危ねえやばい、あうわーでかかった、ハットトリック、いやほらおる、取られスペインがまさかね敗退ですよ、もうここまで来たら。ということでカタールワールドカップ実際行われますけども、まあドイツは僕負けましたけど、スペインは勝ったんでこの通りになっていただけると、まあ大変ね、まあそうですね、僕らも嬉しい限りでございます。まあスペインもそれらしい試合見せてくれましたんで、はい、ということでこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。笑ってるっていうことはさまた次回の動画でお会いしましょう。Yeah.